ハンデキャップ、ハンディキャップとは、スポーツやゲーム等において競技者間の実力差が大きい場合に、その差を調整するために事前に設けられる、設定のこと。単にハンデやハンディとも言われる。なお、本校で記述する意味などから発して、競技に限らず様々な競争的な場での立場を不利に、する条件を指す言葉として用いられることも多い。競技において参加者が同時にゴールできたり、 誰にも同じ確率で勝てるように、競技を行う前に数値を計上したり、上級者の行為を制限したり、下級者の行為の幅を広げる設定を行う。通常、内容は競技ルールの一部として定義されている。操作は公正に行われる必要がある。操作を行う人は、ハンデキャッパーなどと呼ばれる。ハンデキャップを設けない、スクラッチは対義的な意味として扱われる。 英語のハンディキャップは、イギリスのハンドインキャップと呼ばれる、古い遊びがあり、17世紀の官僚サミュエール・ピープスは1660年9月19日付の日記ではこの遊びを知ったことが書かれ、それは二人が、物々交換を始めようとして、第三者の審判が安価な方に足し前を、提案。二人か審判は対戦するごとに担保を入れた、帽子に手を入れることからこのゲームの呼び名が付き、 安価なものに対して弱みも意味するようになり、後の不利な条件を意味するようになった。主に、ハンデ戦と表現する。ありがとうございます。